アイテム番号 SCP-335JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-335JP はサイト81の標準収容コンテナに収容されています。内部には対象の休息場所として大型の木石などを設置してください。給餌や清掃などでコンテナ内に入室する際は、対象を刺激しないように注意し、30分以内に必ず退出します。対象はヒレに毒針を持っているため、対象から攻撃を受けた場合、直ちにコンテナから退出し、治療を受けてください。給餌は1日に2回とし、コンテナ内は週に1度清掃を行います。コンテナに入室する場合を除き、コンテナの周囲12メートル以内を立ち入り禁止としてください。説明。SCP-335JP は異常な性質を持ったミノカサゴです。特異性を保有している以外は、通常のミノカサゴとほぼ変わりません。なお、通常のミノカサゴより、やや攻撃性は低いようです。SCP-335JP の異常性は2つ存在します。1つは、対象は周囲に水が存在しない状態でも、水中内に存在するかのように振る舞う点です。対象には肺呼吸を行える器官は一切見られないにもかかわらず、水中外でも生存しています。どのようにして水中外で呼吸を行っているのかわかっていません。また、SCP-335JP は水中を泳ぐように空気中を飛翔することができます。SCP-335JP が空気中を泳ぐ際、対象は水中にいる状態とほぼ同等であることがわかっています。二つ目の異常性は、SCP-335JP からおおよそ半径10メートル以内に一定時間、およそ50分前後、動物が存在した場合、第一の異常性をその動物にも保有させるという点です。異常性を感染させられた動物は、SCP-335JP と同様に、空気中を泳ぐように移動することが可能になります。感染は陸生動物にも及び、その陸生動物も空中を泳ぐことが可能となります。この際、呼吸などに悪影響もないようです。また、感染はあくまで SCP-335JP のみから発生し、感染させられた生物は、異常性の感染力を持ちません。2000年現在、感染した動物から異常性が消失した例は未確認です。実験記録1、日付2000年年8月10日。対象、B-335-01、実験用マウス1匹、アリ1匹、金魚1匹、アサガオ、培養された、編集済み、金。目的、SCP-335JP の異常性の調査。実施方法、対象となったものを SCP-335JP のコンテナ内に入れ、放置する。結果、52分後、B-335-01 と実験用マウス、アリ、金魚は異常性の影響を受け、アサガオと、編集済み、金は影響を受けなかった。また、金魚を入れていた水槽や B-335-01 の服なども影響を受けなかった。分析。どうやら一般的に動物と呼ばれる範囲のものが影響を受けるようだ。博士。SCP-335JP は2000年7月27日、県の水族館で発見されました。発見当日まで事件がなかったことから、対象の異常性は突如発現したものと思われます。当時、SCP-335JP は大水槽内に飼育されており、同日、SCP-335JP と、対象の異常性を受けた同水槽内の生物が水槽から飛び出し、水族館内を、泳ぎ、回る事件が発生しました。事件には機動部隊が出動し、異常性を持った生物の大多数を確保、
サイトへの運搬後の検査にて SCP-335-JP の存在が判明しました。関係者には記憶処置が施され、カバーストーリー、水槽のガラス破損が適用されました。この事件で異常性を保有した多生物も同様に収容されています。こちらについては別紙を参照してください。ホイ、収容当初の事件の際、異常性を受けた2匹のオオメジロザメが水族館内から脱走し、機動部隊を振り切りました。2000年現在も確保されておらず、捜索が進められています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。